あー、ペン出てよ。あれ、何事？誰か泣いてるの？ダメだ、もう無理。サムチン、どうしたの？映画のインサイドヘッドが大好きなんだ。10回見て飽きちゃったけど。それは残念ね。でもキャラクターには直接会えない。じゃあキャラクターを作ってみない？ペンの形にすれば飾りじゃなくて実際使えるし。スーって天才。絶対に最高の素材を使ってよね。命中せよ。これは使えない。これもダメ。おお、すごい。どう、何か見つかった？これぞ僕が認める高級品。はい、どうぞ。サムは高級素材をゴミ箱で見つけたんだ。いいけど。うん、それ何の感情だと思う？私が一番可愛いと思う。悲しみ。本当？すごい。うーん、可愛い。これをどうやってくっつけようか。いい質問だね、スー。助けてくれる人知ってるかも。何かアイデアはない？あー、やば。アイデアはある？よしよし。まったく泣き虫だな。もう触らないで。映画の方が親切だ。解決策を探してるらしいけど、ガムを試してみれば？そうか、ガム。なんで思いつかなかったんだろう。見つかったガムはこれで全部。これを噛むよ。接着剤かテープかと思ってたのに。これでいいんじゃない、サム？ガムの方が美味しいもん。それが理由？どうせそれは使わないけど。ふん、ガムが無駄になった。よし、じゃあ丁寧にテープで貼っていこう。こんな感じにしてね。これが足になるの。でも頭もいるよね。ボールをゲット。野原をかける。ファンが歓声を上げる。サムチン、頑張れ。スーパーキックをお見舞いだ。サム、やめて。行くよ。わー、大変。やだ、ボールが潰れちゃった。あ、ごめんね、スー。台無しにしちゃって。大丈夫、予備があるから。なに、早く言ってよ。本当ね、ごめん。こんなにぴったり合うのよ。工作を手伝う準備はできてる？おいしいアイスクリーム一ついただけますか？アイスクリーム一つ、かしこまりました。ねえ、サムチン、何してるの？別に、ただおいしいアイスを売ってるだけ。変わった見た目のアイスね。どこで手に入れたの？それがさ、ゴミ箱で見つけたんだ。運がいいよね。なに？ゴミの海苔を食べさせるつもり？いや、違います。それは誤解です。結果オーライ。どのみち接着剤が必要だから。接着剤が乾くのを待つ間に、慎重に取り掛かるよ。悲しみの頭の基礎を作るんだ。サムチン、粘土取ってくれる？あそこにあるから。今まで見た中で最高の粘土だよ。どうぞ掴んで。そんなにいいの？どれどれ。あー、なんでこんなに硬いの？かかった、それはガムだよ。ウケる。これが本物の粘土。もう伸ばしておいた。もういたずらっこね。頭に取り掛かろう。まずベースを青い粘土で包んでいくよ。さて、それじゃあ顔を彫っていくね。カポエイラだ。はいや。返して、カポエイラの達人になるの。ごめんね、練習は工作が終わってからにして。いい？夢は砕かれた。スライムの心も壊れちゃった。
ダメダメ、騙されないよ。悲しそうな眉をちょうだい。わかったよ、すぐにバレちゃったね。また私をからかおうとしてたのね。サムのことはよく知ってる。今度は目を作るよ。よし、できた。こっちにもう一つ。いいね。次はヘアスタイルを選ぼう。見て、いい仕上がり。細部までこだわって。わあ、僕も新しい髪型にして。げっ、おばあちゃんの髪型は似合わない。やっか。うん、これはいい。見せびらかしに行ってくる。私は悲しみの洋服を準備するね。ズボンには濃い青色の粘土を使うよ。こうやって。ちょっと寒いからセーターも作った方がいいね。粘土に模様をつけて暖かく着心地良さそうにしたよ。悲しみが寒がらないように端を曲げて、こんな風に。ツン、手伝おうか。いいね、もちろんお願いするわ。ここは完成。もう少しよ。あれ、よく見えないんだけど。あ、見えるようになった。これはサムのメガネじゃないの。一つ目の工作、どう思う？ついに彼女に会えた。こんにちは、悲しみ。あ、これは何？ムカつく。次に作るのはまさにそれよ。かわいいムカムカ。そのためにはボトルをこうやって切ってね。うわ、くさい。なんで取れないの？ちょうど必要だったの。どうしたの？さて、このテープでボトルを包もう。悲しみの時みたいに。ほら、ムカムカにぴったりのスカートができた。これが首になるよ。サムチン、どこ？ここに来て手伝って。え、サムチン、どうしたの？ウケる。スーすごい顔してたよ。やめてよ、サム。工作の邪魔よ。一緒に工作したくないの？大変。待って、サムチン。スーは僕がいらないんだ。誤解してるよ。スーは助けて欲しかっただけ。うん、じゃあ急がなきゃ。始めよう。もう少しだ。スー、見て、これ持ってきた。ありがとう。サムの助けが必要だったのよ。よし、頭はできたから今度は顔を作る番ね。またこの道具を使って目を彫るね。きっちり仕上げなきゃ。あとは鼻も。誰も僕に気づかないはず。君誰？何か欲しいの？インサイドアウト2のパスが欲しいの。チケットが完売しちゃったんだ。なるほど。大きなロリポップ一つと交換。どうぞ。じゃあチケットちょうだい。ストップ、このチケット販売は違法。あ、お会いできて光栄です。サム、バレてるわよ。うん、何持ってるの？それって髪？僕の変装なの。ただの冗談だって。ま、髪の毛はゲットできたね。はあ、いろんな感情で疲れちゃった。ドレスはどうする？それは何？サム、ドレスを作ってくれる？もちろん、ただいま。その間に私は残りを仕上げよう。最後にかっこいいドレスを作るよ。さて、魔法の布はどこだっけ？次は呪文、アブラカタブラ。シュー、できた。ス、持ってって。え、本当に？ああ、信じられない。マフラーも作ったんだよ。気づいた？うん、素晴らしい。ディテールまでこだわってるね。もちろん。
さて、あとは全てを組み立てる。鉛筆の上に頭が来て、これで完了。ついに上出来だね。悲しみを呼んでくるね。作品を試してみよう。この二人本物見たくない？ス、いい仕事したじゃん。はあ、ありがとうサムチン、手伝ってくれて助かった。サムがいなきゃできなかったよ。みんなもそう思ったら高評価をお願い。今日の工作を気に入ったらチャンネル登録を忘れずに。また会おう。